はいどうも森です。今回は明治安田生命 J1 リーグ第17節鹿島アントラーズ対湘南ベルマーレのマッチプレビューをやっていきたいと思います。さあまずは両チームの直近のリーグ戦成績と対戦成績を確認していきましょう。ご覧の通りになっております。まずはホームの鹿島アントラーズ、現在勝ち点は25、リーグ順位は8位です。鹿島アントラーズはリーグスタート時はつまずき4連敗がありましたが、そこからリーグ5連勝、その後3引き分けと現在8試合負けなしとなっております。注目すべきは守備の硬さ、直近8試合でたった3失点と守備の硬さが目立ちますね。直近3試合ドローということもあり、上位へ追いついていくためにも勝ち点3が欲しい一戦となります。一方アウェーの湘南ベルマーレ、現在勝ち点12、リーグ順位は16位となっています。前節アルビレックス新潟との一戦で引き分け、5連敗からの脱出をしました。厳しい状況で残留争いとなっておりますが、徐々に怪我人の復帰が増えてきて、ここから巻き返しを図りたいところ。課題は依然リーグ開幕から途絶えない失点、ここを改善できなくてはなかなか勝ち点を積み上げることが難しいところになっております。両者対照的な状況ですが、直接対決の成績も確認していきましょう。ご覧の通りになっております。直接対決の直近6試合の対戦成績では、湘南が鹿島に対して1勝1分け4敗となっております。かなり負け越しておりますね。昨年のホーム戦までは4連敗となっておりました。直近6試合を見ても鹿島相手に複数得点を奪うことができておらず、失点も多い状況ですね。また先制点を奪っても逆転される試合も多く、堅守鹿島相手に複数得点を奪いに行きたい試合となります。さあそれでは今節の両チームの予想スタメンを発表していきたいと思います。今節の予想スタメンはこちら。まずはホームの鹿島アントラーズ、フォーメーションは 4-4-2、 ゴールキーパー早川選手、フォーバック広瀬選手、上田選手、関川選手、安西選手、中盤4枚名護選手、佐野選手、ディエゴピトゥカ選手、樋口選手、そして2トップに柿田選手、鈴木選手という布陣を予想させていただきました。鹿島アントラーズに関しては、水曜日に行われた天皇杯では前節のスタメンから11名全て変更しターンオーバーしていたこともあり、今節に関しては前節のスタメンから変更はなしと予想させていただきました。湘南が古巣でもある名護選手と対戦できるのは非常に楽しみですね。さあ一方アウェーの湘南ベルマーレ、フォーメーションは 3-5-2、 ゴールキーパー孫ボングン選手、フリーセンターバックタッチ選手、大岩選手、大野選手、ウィングバックに石原選手、畑選手、アンカーにバラダ選手、インサイドハーフに小野瀬選手、タリク選手、ツートップに町野選手、大橋選手という布陣を予想させていただきました。湘南ベルマーレに関しては前節から4名のスタメン変更を予想しました。まずディフェンダーでは、古巣対戦となるはずだった杉岡選手は前節イエローカードをもらい、今節は累積で出場停止となっており、その代わりに大野選手がスタメンに入るのではないでしょうか。そして前節素晴らしい活躍を見せた特別指定の高橋選手に関しては、同日関西学生リーグでの首位との一戦もあるので、今節はタッチ選手のスタメン復帰を予想させていただきました。ミッドフィルダーではアンカーにバラダ選手が復帰、現在の序列で言うとベンチには奥野選手が入り、鹿島古巣の長木選手がメンバー入りするかは微妙なところとなっていますね。そして2トップにはやっと町の大橋コンビが復帰となるのではないでしょうか。この組み合わせが一番得点の可能性が高い気がしますし、大橋選手の得点にも期待をしていきたいですね。またベンチメンバーでは中野選手を入れましたが、仕掛ける部分やボックス内へ供給するボールの質も良くなってきているので、スタメンで見てみたい気もしますね。そして前節までコンスタントにメンバー入りをしていた石井久嗣選手ですが、
現在 U19 日本代表でモーリスレベロトーナメントに出場しているので、今節のメンバー入りはありません。怪我人の復帰も多くなってきましたし、そろそろ勝ち点をしっかり積み上げていきたいですね。さあ、それでは今節の見どころです。今節の見どころとしてはこちら、課題修正が試される一戦ということで、今節は苦手としている鹿島との一戦です。鹿島アントラーズはボールを握ることにはこだわらず、相手の裏をついてきます。湘南の課題でもあるシンプルに裏を使われる戦い、そして自分たちがボールを握り守備ブロックができている相手にどうやって得点を奪っていくのか、裏のケアと天守の崩しをどうやっていくのか、注目していきたい一戦となりそうです。そんな両チームの今節の注目ポイントとしては、まずはホームの鹿島アントラーズとしてはこちら、ハイラインの裏を狙い中央で数的有利を作れというところを挙げさせていただきました。まずは鹿島の得意としているロングボールで湘南のハイラインの裏を攻略していきたいですね。流れることもボールを収めることもできる2トップがいますし、ロングボールでまずはフォワードで起点を作りたいところ、そして湘南のアンカーの脇のスペースを使いながら中央で数的有利を作っていきたいですね。特にサイドハーフで入ると予想している名護選手や樋口選手はサイドで勝負するよりかは中央へ入っていきゲームを組み立てることが多いので、湘南のウィングバックを剥がし中央で起点になっていけるかが湘南を攻略するポイントになってくるのではないでしょうか。また湘南のサイドを食いつかせて中央を厚くされれば、サイドバックの攻撃から得意のクロスからの得点も狙っていきますし、鹿島アントラーズの中央での人数をかけた攻撃とサイドバックからのクロスでのチャンスメイクに注目をしていきましょう。さあ、一方アウェーの湘南ベルマーレとしては、今節の注目ポイントはこちら、ボックス内へ仕掛けろ、2列目の抜け出しがチャンスを作るというところを挙げさせていただきました。今節は守備が固く、またボールを握ることにこだわらない鹿島アントラーズとの一戦、守備面では間違いなくハイラインの裏を使ってきたり、シンプルにフォワードに当ててくるボールが多くなってくるかと思います。ここまで裏への対応が後手となり、何度も失点を重ねてきました。今節ここで裏へのボールからの失点をなくすことができれば、大きな自信につながっていくのではないでしょうか。また攻撃面に関してはボールを握る時間が多くなり、相手の守備ブロックができている中で崩していかなくてはなりません。鹿島アントラーズは直近8試合でたった3失点と、ここ最近は簡単に失点をしない堅守を見せています。ボックス内へ仕掛けるという部分では、サガン鳥栖が鹿島戦で見せていたポケットへの抜け出しが効果的で、チャンスを多く作っていました。湘南としてはタリク選手や小野瀬選手がより相手のボックス内へ抜け出していくプレーを見せていくことで、チャンスが生まれるのではないでしょうか。そして硬い鹿島ですが、失点に関してはここまで PK で5失点もしています。流れの中でなかなか崩れていませんが、 PK を与えてしまっている部分が多いので、やはり2列目から積極的にボックス内へ仕掛けていくこと、そして今節おそらくスタメンに入ってくる大橋選手、自分でボックス内へ仕掛けていく力もありますし、強引なプレーでボックス内へ侵入しハンドやファールを誘っていってほしいですね。苦手としているアウェー鹿島戦ですが、現状のメンバーであれば堅守鹿島相手にも攻撃的に得点を奪えるサッカーを見せることができるのではないでしょうか。5月は全敗と厳しい1ヶ月を過ごしましたが、6月は2戦無敗、ここからしっかり負けない湘南を見せていきましょう。ということで、今回は明治安田生命 J1 リーグ第17節鹿島アントラーズ対湘南ベルマーレ戦のマッチプレビューをやってきました。今節はアウェー戦ということもあり、当日は同時視聴配信をやっていきたいと思いますので、ぜひダゾン観戦される方は配信を見に来ていただけると嬉しいです。ぜひ皆さんで応援し、鹿島アントラーズ戦しっかり勝ち点を持って帰りましょう。それではご視聴ありがとうございました。この動画が良かったなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントしていただけると嬉しいです。また次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。